ほら、下が工場で2階が住まいだっちゃ、はいはい、2階さんから階段があったの。あ、もともとの家の、うん、そうそうそう、それを利用したんだっちゃ。再利用、うん、これ、5人、5、6人で、はい、この山中ずっと高いところで登っていった。うん、隣ってここの下の家の隣。うん、潮が引いたの。ね、それこいつが潮が引いて水がどん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 と吹いてきた時、はい、こいつがこれ、ここだ。ね、最初防波堤がこうあったいっちゃ、これ角、これ角ね。じゃ防波堤が見えなくなっちゃいちゃ、ほら、はい、ね。防波堤が見えなくなってきて、次がどうかっていうとこうなっていっちゃ。ここのとこさ、ほら、うち立てやから。で、このものをうちさおうってのがこいつなのさ。このままだから。ほら。ね。なるほど。うん。そんで、車が浮いて、ほら、浮き始まったじゃん。ここの上に置いてた車が、うん、これがさっき水門があったでしょ、水門、はい、水門があったところの山の上から撮った写真、うん、逃げていって、うん、で湾内のその防波堤の上の湾内の水が一つもなくなったって、ほら砂が見えてる、海底が、これ砂なの、砂、海底、ほら、クリの海底なの。ほら。で、ここが、ほら、そこ。あそこの下、うん。うん。これいつ撮ったんですか。クリスが、ほら、津波後、4日か5日ぐらい、あ、だな、1週間後ぐらいか。うん、で、これじゃないですか。でね、これデジカメで撮られたんですか。うん。こいつが、さっきの水門のとこにあったコミュニティセンターの跡地。こいつが。ここがほら、本当はこっちまで行く道路があったのね、うん、これが寸断されたの、だんだん片付いてきたでしょ、うん、もうほらプレハブ立ったでしょ、うん、ちなみに寄木地区の45軒のうちお家が流されてしまった方は大体どれくらいですか。ね、33軒が。もう流されて、うん、流されたのね。ただ一部立ってるとこもあってもいいね。それだって、住めねえから。そこで壊れちゃう。そうそうそう。それで高橋さんみたいに自分のところにプレハブ立ててる人とかは結構多いんですか。うち以外はみんな仮設のプレハブが入ったね。で、うちでは、ほら、被災して、10日ぐらい、1週間かな。そのぐらいで、ほら、家族会議を開いて、どうすっかと。で、まあ、ね、まだ20代後半とか30代でやれば、例えば、仙台とか、ね、はい、向こうに出て働くかっていうようなことも、はい、あんだろうけど、なぜね、
我々この年にさ、あの次の職って方でなかなかね、でまあ私の方からそのね、もう一回海をやりますよとということで、そしたらほら、まあ、さっき相澤さんの話もあるやないと、はい、相澤さんだと一緒にゾープロの、はい、どこか何とかでね、はい、いろいろと交流してんだけど、俺の長男も、はい、まあ一応とにかく海をやっぺっと、はい、ね、あのとにもかくでも海を復興することには元の生活は戻りねえんでねえかと、うん、そういうことでほら、そのためにはでどうするか、あの海をやる以上は海の見えないところで生活するのもちょっとなと、できれば海の見とこさんで仮設でも建てっかと、うん、そういうことでここさ、ね、まあたまたまここもうちの土地なんで、うんうん、もともとはどこに住まれてるんですか？もともとは今保護の下に流れ鉄骨のことやでしょ、はい、うん、そうそうそう、あずぐんはほら工場、はい、1階が工場で2階が住まいだったのね、うん、はい、国でやってる仮設のプレハブだって2年つう期間なんだけど、うん、2年で誰もその明け渡す人いねえと思うのね、うん、神戸の震災の時もそうなんだろうけど、その5年とか6年とかね、それこそなんて言うんだよな、まあ変な話だけど、その体調命令が出るまで中に入ってやしても何人かだろうけどいいんだよね、神戸の時だって。だからおそらくこの辺だってまあ最低でもね 4,5 年ぐらいはおそらく入るんだと思うよね。でうちでもとにかくその前のその状態に戻るつが、まあ仕事だよ、うん、仕事の流れがそれまではちょっとうち足りないねんでねえかってほら、うん、まあ土地も今度は高台さんも止めなきゃいけないとか、そんな中で、うん、どうせそのねやんだったらば、例えば10年ぐらいさ入ってもいいようにした方がいいんじゃないか。プレハブ建てられる時にやはり仕事で海の仕事をやる上では海を見えるところがいいとおっしゃられたんですけど、うんうん、やはり僕たちどうしてもその海の仕事をしてないので、うん、なんかどういうことが特にいいのかってなんか具体的に。いや、ね、大まかなその天気とかっていうのは朝昼晩ね天気予報は必ず見るようにしてるよね、海の仕事をやるのには。海さ携わるものとしては、例えば自分が直接海さ出なくても海のものを扱うものとしては天気予報はずっと気になるのね、うん、で結局その大まかなものはその天気予報でも分かるんだけど、例えば風が例えば何メーターで言ってもその場所によってはその何ていうの、山が高くてその風がねそのうんと吹かない場所もあるさ、かといって石の間井戸が仙台あたりでね、そのね山からの吹き下ろしの風でうんと風の強いところもあるわけです。そうすると海が荒れるわけですよ。だからやっぱりその自分の目で見てそのああ随分風が吹いてるなとか、例えばああ風が吹いて白波が立ってっから今日はダメだとか、ああ今日は大丈夫だとか、やっぱ自分でそのほれ実際に見てその判断というのもできるわけですか、うん、ところが 海が見えないところで水槽を判断するというのはちょっとほれ海まで出てこなきゃいけないわけでっちゃう、うん、だからその日にやっぱりね海に見えるとこっていうかさ、でやれば例えば風が吹かなくてもうねりが超あとかさ、超うねりないからいいなとか、そういう判断がほら、うん、できるとか。大体この日はね、この電柱の高み水来たのが。
何メーターぐらいなんですかね。この日も降りてでしょ、これ。ほら。はい。ね。電池も新しいなんですね。クイズは新しいぐらい感じやるじゃん。だからこの辺でも15メーターぐらいしてんだよ。うん。この電柱は後で建てたやつだから、あの電柱が残ったのね。はい。ほら、この七の板建てるでしょ、あれ。はい。あいつが残ったの。で、あれの一番上まで行ってんの。あの、これまでって、あの、ご先祖の方とか、あの、お父さんお母さんとかから、ええ、なんか、それまでの津波の話ってこの地区とかでは聞いてるんですか？うん、聞いてんだけど、今まではそんなに、あの、今回の津波みたいな感じで、あの、津波来たっていうことは聞いてないよね。いつの津波のことを聞いてたんですか？いや、昭和外れんのが、ほら、地理津波、この防潮堤の高みは地理津波の高さだから。そうです。これが、その、これが。で今その地盤が沈下したんだけど水面から5メーターの高さがあるのさ、これでも、はい、これでも今ほら地盤が沈下して水が増えていくからだけどもともとはその水面から5メーターの高さなんだ、ここ全部。だから南三陸町の界隈のその防潮堤というのはその地理津波の高さを想定して5メーターの全部なってるはずなんだ。でも今回は今回はあのその3倍も来たってことですね。震災後はそのウニホタテカキの漁場とか、うん、あと加工っていうのはどういうような被害を受けたんですか？いやとにかくとにもかくにも養殖施設は全滅、うん、私ならず全部だからほとんど全滅だから。それとまあここの集落でもそうなんないと船なんかも8割から9割が、うん、流出もう全損だから船も。だからまあかろうじて残ってるというまあ残ってるとか、うん、残ってんのまあ船なくてもそのなんていうのその上部のこっていうのはオライぐらいかな。オライでいずれ保護のところでいっぱい重なってないとかホタテのものとかさ。だからまあここの集落に関してはここの集落までねおそらくみんなそうだと思うんだけどもその割とその岸壁の近くだそのほら海のところってみんな置いとくわけですか。例えば浮き玉でやろうと例えば網でやろうとねいろんなところがだからそのこの津波で全部その流されるんですよ。だからまあ海にもともとある道具、まあ、施設ばりじゃなくて丘にあるその道具までもみんな流されてる。だからねかなりそのものが流されてるね。じゃあ物とか場所もなくなったんですけど、うん、瓦礫っていうのはどういう状態なんですか今海の瓦礫って。うん、だから今そのがれきっていうのはほら最初はその丘から流れた本当のそのね宇治の壊れたやつとか例えばその辺の松の木が流されたとか杉の木が流されたとかっていうようなそういうものがその養殖施設が絡んね絡まって残ってたがれきを最初は上げてやんないけど今そうじゃなくてそのロープとか養殖のロープとかそういうその網とかが絡まったその瓦礫を上げてるのね海の底から。だからもうロープ類なんかおびただしいもんね。ホタテを養殖するカゴとかさカキのロープとかさ今もうそういな類のそのものがいっぱいある。で、あと一部そのほら、まあ、壊れて海底が沈んだそのほら船とかさそういうものがある。
それは今どれくらいの頻度で何人ぐらい何日ぐらいあの皆さんで瓦礫撤去してて、やっぱそれが撤去しないと次には進まないんですか。うん、うん、そういうことだもんね。と思うかな。まあ、ワガメとかね、ワガメはね、比較的そのあんまりその海の底の分っていうのは、まあ、根っていうのはちょっと、まあ、根がねえんだけどさ、あんまり影響は少ないよね。もともとワガメっていうのは海の底で重りをやってロープをやって鋭索をワガメやるもんだから、海の底にある瓦礫っていうのはあんまり影響ないの。この重り先やる場所先空いてればワガメは浮いたから。ところがあのカキとかホタテとかこうやつのは海の上さ、その玉付けでロープがあるやつこう下げるもんだっけ。そうするとここの海の中に瓦礫があると絡まってたもんな。うん、海の底にほら例えばこいつが海底だとして途中のそのそういうロープとかそういうのがあとこう下げてやるもんだから、そっちは絡まるわけだった。だそのためにもその海の中のそのチューブラリンとか海底にあるものを全部今上げてるんですよ。それは今は何か国とか県からその作業に対して、いや今やってるのはまあ国県のその事業でやってるわけね。でその他にもその例えば防波堤の中にもまだたくさんの瓦礫が入って残ってるのね。でまあうちの方の岸壁なんかもそうなんだけども、まあさっきも言ったけどどこの地区でもその海に使うものっていうのは岸壁の近くとか海の近くで置いてる。でここでも例外ではないのね。岸壁の近くにフォークリフトでも何でもみんな置いてやるのね。そのフォークリフトが岸壁から折ってほら岸壁の下に3台も4台もあるとかさあんのね。まだそれはそれであんだけども、その今おじあいにいる瓦礫撤去する船がその湾内まで入ってこられないのね。それで何かというと海が浅くて入らないとか瓦礫があって入らないとかじゃなくて、あくまでもその防波堤から外の分の予算と中の予算が違う予算なんだ。予算が要するに国から出てるのか県から出てるのかっていうそういうことなのね、うん、そんでそのそいつをその毎日のその作業をそのほら専門にその写真撮って検査上げてやってんの。だからその時にそのワンライザー入ってそういう仕事をしてるとそのまだねっていうことで作業内容が違うってことでしょ。ボアティから外すか、チョガの根もの、ボアティの長さし仕事したんではうまくないっすよ。で、今登ってんだけど、まださ。なんか、家族会議されたときに、息子さんがの決断っていうのは、どう感じましたか？いや、なんていうの、息子もね、ものづくりっていうかさ、面白くなっちゃうんじゃない。ここもともとそのうちの息子はほら仙台にいだったから、仙台のねまあなんつうんだ北進って魚屋さんなんだけど、藤崎とかシルバーとか、はい、ほら十字屋とかってあったいっちゃ、あの地下の魚、はい、僕も買ったことあります。うちの息子がほれ藤崎の地下のほれ北進の魚屋にだったから、そんでそのまあそれを闇でその来て宇治田来てそのまあ七八人なんだけど、その海のもののその例えばホタテとかカキとかそういうそのものづくりがそのちょうどそのまあ面白くなってきちゃったから、でそのまあ私も海やる、とにかく海やるよって言ったらまあほらすぐ俺もやるってなったから。だよ、そんな感じで、あんまりその、なんていうの、津波を目の当たりにしたっていうかさ、そういう、その上長官に置かれながらも、海やることに関してはあまり抵抗がないみたいな感じだったな。よかったです。うん。普通だと、そういう、その、なんていうの、なんていうんだよな、そういうその災害っていうかさ、
直面するというかさ、この世の終わりみたいな状況を体験した時にさ、海さ帰るっていうのはちょっとなって思うんだけども、なんかすんなりとその自分も海やるって言ったから、その分に関しては、いいのかなと、そんなふうには思ってますよね。さっきほら小田原で下がってきた道路あれっちゃ、はい、あずくも結構その奥のまで行ったから、その場所さ、例えば石碑、はい、そういうものをその何箇所か建てた方がいいんでねえかっていうような話もしてんのね、はい、ここまで来たんだよって。そうでないと、まあ今の人たちが生きてるやつはいいけんとも、何世代もこう立った時ね、そのそういう話っていうのが風化して伝わんなくなっていくから恐れっていうのがあるわけでしょ。だからその日をなんだね、みんなで相談してからね、ここまで来たんだよってことはボン、向こうもねそういうことはボンってこう何箇所かこう立てておくとさ、大丈夫です。気にしないでください。こいつが僕の高台から撮ったやつさ。ここが。これ。こいつがほら湾内ね。こんなに船やってるんだよ、うんうん、いやこいつなんかいいじゃん、ここの前の島から朝日がこれこう、うん、これちょうどね、うん、この島のどっからこう、ほんといい場所ですね、うん。